Konnichiwa minasan, it's Zoo! Today watching Season 2, Episode 8 of Classroom of the Elite. If you'd like to support me for early uncut exclusive reactions, be sure to check out Patreon. And if you like early YouTube videos, check out YouTube membership. If you wanna be my fan, the link will be down in the description. Hey guys, don't forget to like, subscribe, and share. And without further ado, let's get into the video. Let's go! It's not my fault. Kushida. Kushida? Oh. What did she do? She's crazy. Paper shuffle 対策の勉強会を開くってことでいいかな。北さんと堀北さんが教師役を務める形だね。授業終了後の一部と部下持ち回りを決めてやろうと思う。私。ありがとう、クシダさん。みんなで頑張ろうね。僕は2部を担当するよ。私は1部ね。クシダさんには1部と2部の両方。I think Ruan messaged her. Suspicious. ミヤケ君に長谷部さんがテストの得意不得意が被ってて困ってる。おなるほど。今回の試験には不向きな組み合わせだね。でも、すで、そうね。他に教えられそうな人がいればいいのだけど。Is Ayana Koji? 俺が面倒を見る。雪村君。雪村。いいのかい？クラスが試験を乗り越えるためだ。He's smart, right? 体育祭で役に立てられた。捨てたものが運動か勉強か。その違いだけしかないだろう。At least he's aware. 勉強ができるだけでも、運動ができるだけでもダメだ。Need to be good at everything. そうね。To be a true elite. ひらめき、センス。人間社会で不可欠なものを補えるチーム。団結か。Unity.D class, unite! Yukimura くんたちの勉強会に参加してもらうわ。がきちんと進んでいるか。Oh. 見ておいてほしいの。あなたは戦場試験で、Yukimura くんと同じグループだったわね。Extra teacher. 多少は融通が効くんじゃないかしら。Oh, she's jealous. Cutie. というわけで、このメンツで勉強、よろしく頼む。あれ、コジ君と喋るんだ。おい、長谷部。全然印象なかったから、みたいよ。It's so harsh. この間のリレーすごかっただろう。私、お手洗い行ってて。あれ、コジ君の活躍を見てなかったんだよね。Too bad, you're lost. 前の生徒会長と競り合ったんだっけ？その話だが話だぞ。勉強の方だ。堀北からは結構できると聞いている。Hiding your true potential. 多少得意だけどな。三宅、長谷部、お前たちの苦手、まずは試しにやってみてくれ。Who is that? そこをなんとかしろっつってんだよ。の生徒だな。おい、よそにしてる暇はないぞ。ケーキ。ケーキ？そういえば、そろそろ誕生日か、俺。His birthday! Is anyone gonna celebrate it? ある意味、いいことだな。ミスの傾向まで同じだ。Wow.教えるべき人数は実質一人。今回がものを言う。基礎的な対策はできると思う。絶対ひねくれた問題でしょう。勉強会ってどこまで意味あるんだろう。それは問題が成立するかどうかはする明確なラインを知っておけばさらに手堅い。学校側のライン。But how do you know what where the line is? あると思うぞ。As the teacher?要は、D クラス側からいくつかの際どい問題を用、問題が自宅されるかどうかで、明確な答えが見えてくる。確かに、確認しておくべきだわ。問題作成はどうなってる？わたらうわ。ああ。クシダはどうだった？どうだったとは？クシダ is gonna leak their questions。できる範囲で手伝ってもらえたわ。大使。ええ。情報の開示は避けている。おお。けれど、それだけでは解決しないんでしょうね。出ているから。
綾小路くん。I don't think our plan will work out. We'll see. なんだ。雪村くんの勉強会が休みの日、こっちにも顔を出してもらえるかしら。Oh, why? 人数が多くて、どうしても。Oh, message him. どうしたの？ How did he get his number?What did he get Ayano Koji's number? Ryuan. Ayano Koji-kun wa? Ore wa nando ka. So nan da. Igai to benkyou shite run da. Hima tsubushi ni na. Who's talking to him? Sato. Ano kai ni sanka suru tte itchatta shi. Ore wa betsu ni. She's pretty cute. Morikita ya Kushida tachi mo meiwak tte iu yori wa ureshii in janai ka. So ja nakutte.あなたたち、昨日のように騒ぐのだけは勘弁してね。わかってるって。So strict。ねえねえ、私どうやって勉強するし、綾野浩二君が面倒を見てあげたら。佐藤と俺、テストの点数少し。綾野浩二君っていつも落ち着いてるよね。どんな子だったの？なんかお前らちょっと仲良さげじゃ。マジか。池君、山内君。わけのわからないことを言ってないで準備しなさい。 Are they pushing them together? はい。 Cupid friends。 今日はここまでね。リキタさんも。ええ。 Goodbye creepy girl。 Don't come back。 綾野浩二君、帰ろう。まだ用があるから先に帰ってくれ。そうなの？ Disappointing。 また明日ね。 Too bad girl。私がこの学校に進学しなかったら、串田さんはクラスのみんなから信頼され、頼りにされる欠点のない存在と。だけど、そんな彼女の未来を私は摘み取ってしまった。そう、もちろん、<What now? S 1> 私のせいじゃないわ。で、私なりに対処するわ。What, apologize? Wait, what can she do?Heart to heart talk. Kushida-san, お待たせしたわね。には教えられない。同じ中学の生徒であり、過去を知っている私を、oh. あなたは退学させたい。この認識は間違っていない。うん、確かに同じ中学で同じ学年、あの事件のこと。I hate that she's faking that voice. 私が知ってるのは、that character. それ保証はないよね。私と賭けをしない。What bad? どういうことかな。今度の期末テストだ。今後は私への妨害行為をやめてほしい。Wait, that's not very fair, right? 私が堀北さんに勝ったら？ Isn't 堀北 smarter? 私が自主退学を申し出る。何それ？勝負にならないよ。私テストじゃ堀北さんに総合点で勝ったことないし。Right? It's a bit unfair. 総合点ではなく。期末テストで行われる8教科のうち一つで勝負して構わないわ。おお、不満はある？それただの口約束だけになる可能性もあるっぷりすればいいんだし。そうならないよう確実な証人を用意したつもりよ。証人？ Witness? 綾小路？久しぶりだな、クジラ。 Oh, her brother! そうですか。一度見た人間のことは忘れない。この学校の中で、私が。Is she gonna expel the brother now? 串田さんにとっても、ある程度信用のおける人。俺はただ証人として呼ばれたに過ぎない。いいんですか、堀北先輩。もしテストで。なら俺の口を挟むことではない。I think 堀北 can win though. Just study harder, right?堀北さん、いつまでも立ち止まっていられないの？他の？成立だな。まあ、私の約束を違えた場合には覚悟してもらう。What consequences? 期末試験は楽しみだね、堀北さん。全力を尽くしましょう。間抜けじゃないからさ、今も携帯で聞いてるんでしょ？おお。すぐ来て。
Oh, does she know? Wow. ねえ、もし私が点数で堀北さんに勝ったら、綾野浩二君にも退学してもらいたいの。Wait, that's not fair. そうだね。そっか。乗ってもいいぞ。What? もちろん、堀北が勝つ方にかける。ちょっと綾野浩二君。He's risking his. 関係ないわ。No. そうでもない。乗ってくれるなら嬉しいな。Maybe he believes in her? だが一つの中学時代の事件。Oh. 詳細を教えてもらいたい。Will she let them know? それくらいの権利はあるはずだ。こっちは詳細を知らないのに退学させられそうになってるんだ。Oh. お前は堀北が事件の何も変わらない。Come on. 私は彼女の過去に興味はないわ。お前はなくても、俺はある。どうだ？それとも。She's gonna say no. そんなに聞きたいんだ。Come on, spill it. ねえ、俺の浩二君。他人には最高だと思わない？ん？You're gonna break character? 小学校の頃、小さな課題をクリアするたり、かけっこで一番を取ったとき、She likes being the best. みんなが注目してくれるよね。Center of attention. すごい、かっこいい、かわいい。じゃない。褒められたくて仕方ないの。それが叶った瞬間に、自分の価値を実感する。She's... 承認欲求っていうのか。依存してるんだと思う。 So she just wants to be better. けど、 And if others are better, she destroys the better person. もう、私はみんなに見てもらえない。 Oh, she's twisted. だから考えたんだ。 Just destroy? 誰も痛がらないことをするしかない。勉強を見てあげて、手伝ってあげて、慰めてあげて、親身になって。おかげで私は一番になれた。ナンバーワンナイスス。頼りにされる、信頼されることの快感。おお。気持ちよかった。するのは苦痛だよ。Did she get bullied? 苦痛に決まってる。苦痛。What is she doing? 我慢しなきゃ。Sounds so crunchy.She's destroying her gums. 人気を維持するため。けど、耐え続けるなんて無理。She pulled out her own hair. 私の心を支えてくれたのが、誰にも言えないうちに秘めたストレスをずっと吐き出せるのはそこだけ。I knew it had something to do with secrets. ブログをクラスメイトたちが偶然見つけたの。Uh-oh. いくら名前を伏せてても書いてる内容からいいんだけどさ。みんなが私を責め立てた。今まで散々私に助けられてきたのに全部手のひら返し。私にしか気持ち悪いから死んでほしいって思ってたし。女の子の振られた理由なんて顔見りゃわかると思ってたけど、oh. 私は身の危険を感じた。クラスの目は私、武器を使った。 What's her weapon? 全部ぶちまけたの。ブログにも書かなかったクラスメイト全員の真実を。 I knew it. Secrets exposed. あいつは誰と二股してるとか、あの子はこの家にある真っ黒な真実。そしたらね、仕方ないよね。みんなが私を褒めてくれないんだもん。She's so evil. それが事件の真相。Oh my god, that's like double behavior. 強力だが、もう数人を破滅させるだけの真実はもう見切ってる。ストレスをネットに吐き出したのが失敗だったの。不特定多数の人が見るし、とか我慢してる状態。
Oh! Oh, this goes crazy. Bring her counseling. She's so twisted. You monster. People like that scare me.She's so scary. I wonder whose secrets she has that can destroy the person. She says she has a few, right? For a few people. I wonder who. So yeah, guys, at the end of the episode, I guess we finally know what is Ushida's past. I knew it had something to do with like exposing secrets to each other, you know, like your darkest secrets that should have been kept to yourself. That's why you shouldn't trust people with your secrets, even if you think you trust that friend. I don't know. People are just so scary. Oh no, now watching this made me paranoid. Luckily, not that I'm proud of this, but I don't really have many close friends, probably just a few. But even then, I don't have any dark secrets. Even then, I keep my dark secrets to myself. And I think my dark secrets are not enough to destroy me like them, I guess. Like cheating on somebody kind of thing. But yeah, Kushida is super scary. She's like possessed by the devil or something. And the way she was blushing, saying how much she's like addicted to the feeling of recognition. This is scary. But yeah, I wonder what's gonna happen to D-class after this. And if Horikita can actually win the bet. Hopefully she does. If not, Ayana, Koji and her are gonna get expelled, right? That's the worst outcome. They are hoping for the best. Hopefully, Kushida gets expelled instead. She's a dangerous girl. Super dangerous. So yeah, guys, that's the end of the video. Like and subscribe if you liked it. Check out my Patreon if you want to support me for early uncut episode reactions or unedited openings or endings. And YouTube membership for early YouTube videos. If you want to be my fan, the link will be down in the description. You guys, thank you so much to everyone who is supporting me. And yeah. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And I'll see you guys in the next one. Bye.